ご視聴のほどありがとうございます。今回はですね、アルトラのオリンパス5についてのレビューをしたいと思います。1週間ほどですね、40キロほどを走ったり歩いたりして使ってみた感想になります。で、簡単に先に結論から申し上げてしまいますと、とにかく良いオールラウンドなローカット非防水なハイキングシューズというところになっております。で、これまでですね、振り返ってみて、僕が履いてきたいわゆるハイキングシューズの中のローカット系のシューズの経歴だけ簡単にお伝えしておきますと、一番最初はですね、もう10年以上に前になるんですが、メレルのカメレオンというゴアテックスタイプのローカットのシューズを履いておりました。はい。で、別にそんな前から登山をやってたわけではなく、当時はただ単にアウトドアが普通に好きで、軽い感じでのハイキング、ウォーキングに近いと言った方がいいですかね。軽く走ったりっていうのもありますけど、主にはそんなに今みたいに登山をするとかっていうレベルではございませんでした。はい。で、その次にですね、スポリティバのトレランシューズを実は購入したんですよ。で、これは非防水タイプで、とにかくね、トレランシューズってむちゃくちゃグリップ力が良かったので、それがすごく気に入ってずっと履いてまして、走ったりちょっとね、遊びでやってる程度だったんですけど、やっておりました。で、次もまたスポルティバのシューズを購入して、そしてその次はサロモンで、その後ですね、スイスのね、オンクラウドというシューズを履いておりました。これも軽くて通気性が良くてね、クッション性も良くてとても気に入っておりました。で、その後ですね、アルトラに至るわけですが、アルトラは一番最初に購入したのは、ローンピークの 4.5 のミドルカット非防水ですね。で、次にアルトラのローンピーク4の、ミッドカットのイーベントの防水シューズを履いておりました。で、その次にですね、つい最近までずっと約2年間愛用しておりましたアルトラのオリンパス4というモデルで、今回紹介したのはそれの後継モデルの5を紹介させていただくわけですね。はい。で、こんな感じでね、使ってきたものです。もう一番最初っていうのはもうかれこれ15年近く前になるかもしれません。といっても比較的僕そんな登山歴長くないんですけどね。はい。そうですね、こちらの靴に関してまずいくつかポイントでお伝えしていこうと思うんですが、足入れをした際の、履き心地、とても履き心地いいです。と言いますのが、上のアッパーの部分もこの、包み込むホールド感とクッション性がすごくいいんですよ。足が中でこうぐらつくという感じが全然なく。で、アルトラの特にここがいいのは、こうやって真上から見ますとね、ここの横幅が結構広いじゃないですか。はい。あのベアフット系といって、ここの幅が広いんですよ。で、これによって足のつま先の自由がございます。なので締め付け感というのが全然生じないということと、それによって、5本指ソックスですね、または足袋型のソックスといって親指と人差し指がこう分かれてるタイプですね。そういったソックスを履くのが相性としてすごくいいと思います。蒸れにくくなりますしね。で、また地面を掴んでるっていう感触も得やすくなります。っていうのがメリットです。はい。で、長時間靴をずっと履いて歩いてますと、皆さん多分おそらく早く靴を脱ぎたいなっていう気持ちに駆られることあったと思うんですよ。で、僕はね、アルトラに出会ってからその感覚はもうほとんどなくなりました。いつもだったら早く靴を脱ぎたいという気持ちになってたかと思うんですけど、全然それは特になくですね、実際脱ぐと開放感は当然あるわけなんですが、参考中特には気になりません。と言いますのが、ここが幅が広くて締め付け感が当然全然ないということと、非常にうまくできてるなと思っているこの非防水のシューズっていうのは、このように通気性のいいメッシュがたくさんついてるんですよ。このようにですね、で、こう前に推進していくと、わずかながら風がここからね、中に入っていくことで、中が絶えずこう蒸れることが少ないということと、それによってね、蓄熱もしないもんですから、中で熱がこもって不快感っていうのも全然生じないんですよ。で、それによって長時間歩いててもストレスを感じづらいというのがとても大きなメリットかなと思ってます。むくみにくいというところですよね。
で、あともう一点、こちらのシューズが特に気に入っている理由の最大のポイントは、僕はこのソールの部分の厚みです。まあ、アルトラのこのシリーズはね、ゼロドロップといって、つま先とかかとの勾配の差がないです。まあ、人間が素足で立った時の状態と同じようなこうニュートラルな状態で立てるというのが大きなメリットなんですね。で、ソールが 3.3 センチっていうのはとても絶妙にいいです。地面を踏んだ時にこう返ってくる反発のあるクッションといいますか、衝撃を和らげてくれる効果がとてもよく、僕は年齢的にもちょっと膝に問題が出てきているものですから、こういったね機能があるととても助かっているところではあります。はい。で、あとですね、このように、ソールのパターンがですねこのようになっておりまして、こうビブラム社のメガグリップというね、ソールパターンになってます。このような感じなんですけどね、はい、とてもね地面をしっかりとこう掴んでくれる、グリップしてくれる感じがあるっていうのがとても安心感があるところです。ただ一つ、以前のモデルも今のモデルも おそらくですが、この中心部分のちょうどこの真ん中の黒いところですかね、この辺りはですね、下山の際こう降りてますと、このようにとんがった石なんかを踏むとね、濡れてたりするとずるっと滑ったりするっていうのは時々ありました。まあ、これはねこの靴に限ってということじゃないのかもしれません。どの靴でもそのような状態は避けられないのかもしれませんが、まあ、そこは一つね、気になったところの一つ、まあ、注意点というところですかね、といったところです。はい。で、あとですね、そう、軽さです。基本的に僕は軽量化しているものですから、背負っているバックパックもなるべくね、トータルで、だいたい重量が6キロ未満ぐらいになるようにはなっております。はい。ベースウェイトじゃなくトータルですね。で、実際この靴の重さをちょっと今測ってみようと思うんですが、333g となっております。サイズがですね、僕は27センチのモデルをずっと履いております。ちなみに旧モデルと比較しますと 308g ですので、まあ 25g ほどの差ですか。まあ、手に持ってわずかに少し、確かに今持った瞬間、あ、こっちの方がちょっと軽いなっていうのは分かったんですけど、まあ、履いている分には特にさほど気になるところではないじゃないかなと思ってます。いわゆるそのトレランシューズやランニングシューズというカテゴリーでいくと、もっと軽いのはたくさんあると思うんですけど、まあ、ハイキングや登山にも使えるシューズっていうカテゴリーで見るとかなり軽いというところが言えるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、軽くて通気性が良くてクッション性も良く、グリップ力も良い、オールラウンドなシューズというところで僕はとても気に入っているところです。で、一つこれからこれを興味がある方にお伝えしておきたいポイントが一つございまして、そうですね、サイズ感、今までですねアルトラ4つ履いてきて全部27センチなわけですが、こちらはですね、一番最初にも言いました、包み込んでくれるクッション性とホールド感があるって言ったんですけど、圧迫感とも言えるんですよ、デメリットの言い方をすると。はい。人によっては少し窮屈に感じる方もいらっしゃるかもしれません。僕は基本的に足はどっちかというとちょっと細い形してるんですよ。別に足の幅広いわけじゃないんですけど。で、以前のものと比べると、まあ、新しいからっていうのも若干あるかもしれませんけど、まあ、それを差し引いても若干こっちの方がホールド感はあるかなと思います。で、つま先部分も少しそれはありまして、まあ同じサイズだけどモデルが違うことによってね、若干きつく感じる可能性がありますよというところをお伝えできればと思っています。まあ、ネットで購入する場合はですから交換なども、ね、視野に入れた上で、ワンサイズ上のものに交換をするということも視野に入れて、まあ、もちろん店頭に行ってね、実際に履いた上でねご購入されるのを特にお勧めするわけですけどね。はい。といったところと、あと旧モデルも全然、これも全然いいんですよ。これでもね全然お勧めできるので、別に絶対新しいモデルと古いモデルで、新しいのじゃないとダメっていうこともないんじゃないかなと思うんです。この旧モデルは旧モデルで、これはこれでとても素晴らしいシューズだと思います。ただ最初にですね、こちらのシューズを購入されると、上りのこのぐらいの角度になった時に分かるんですけど、新しいうちかかとがねパカパカします。は
はい、こうパカ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 するんですよ。それがねすごく気になるんですけど、しばらく履いてますとここの中が沈み込んできて、それが気にならなくなってきました。はい、なので購入した直後はしばらくかかとがパカパカするといった症状が出やすいです。でこの新しいモデルのこのヒールカップ部分というのは少し改良されて、それが生じにくくなっています。といっても真っ青の間若干ありましたけどね、まあ今はもうほとんどそれは全く気にならなくなりました。であと僕はあの以前の動画でも紹介してるんですけど、カスタムしてまして、この星野のインソールを入れたり、このようなこうバンジーコードでね簡単に調整できるように脱ぎ履きをしております。はい、で今月ですね北アルプスに登山に行こうと思うんですけど、実際これを使って、北アルプスの登山にね行ってみようと思います。また後々ねその感想なんかもお伝えできればと思っておりますのでね。はい、まあ、とにかくねオールラウンドに優れている希望水なローカットシューズの紹介といったところになりました。はい、どなたかのお役に立てたら幸いだと思っておりますのでね、今後ともまたよろしくお願いいたします。ご視聴の方でありがとうございました。